ついてて生理現象、生理現象だね。ついててしまったのよ。しょうがないし。さあ、クルー。サメ。あれ、今日スムラメ。やば。翔平全弾ミサット。なになに？なに？え？キモいって言いましたね、今。集合大恐怖症の人がやばいんじゃない？本当ですか？おう！あ、これチャゲプヨさん、ヴァンパイアだ、これ。チャゲプヨさん、ヴァンパイア？絶対今噛まれた。やばいやばいやばい。絶対噛まれた。やばいやばいやばい。絶対噛まれた。死ぬ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 。チャゲプヨさん、ヴァンパイア。チャゲプヨさん、ヴァンパイア。早く直して、早く直して。早く直せ、早く直せ。どう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 。おいおい、直い。マジ直さねえか。おいおい、直せねえのか？なんだ、誰だ、直さなかった。直せねえ。喧嘩差しだー！何これもう親父が訳がわからんあーなんだなんだなんだ待ってるどうしました弾きました待ってください遺言聞いてます私めっちゃ笑ってるおい遺言聞いてます遺言リアクター使えて2人でリアクター回ってる時に絶対チャゲプスバンパイアで折りつけられたもんって言いながら歩いてましたおっとおっとどうなんですかチャゲプスバンパイア渡ったら死んでましたよ本当ですかうまいえ、僕は何もしてませんよ怪しいめちゃくちゃ怪しい僕リアクターなったけど先端さんとミサトランさんがあの直しに行ったんであそうか、あ私も一応容疑者なんだけどエレキでタスクをしています、うん、っていうかでもリアクターめっちゃいましたよね人これあの容疑者めちゃくちゃ多くて、ねうん、キラさん、ランちゃん、あれサンジもいたっけ右側の人右に行きましたうん、サンジもいたしケイスケいて、翔平様途中から来たかえ、ヴァンパイアキルってことですよねヴァンパイアキル間違いなくヴァンパイアリアクター右にドド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 って来たんですよ、うん、右に左にもいたんですよ、いっぱいえ、もう一回来た人ってもらっていいですかこれ今さ、リフトの左で発見したんだよね、うん、乗ってきて、降りて、階段登ろうとしてるセンターさんが弾けたあ近くに誰かいるあ広骨僕の近くには、先にミーティング上がったしゅうねさん、うん、あとはあの金庫に向かってったゆたさんと夏目先生かなはいあまあでもポールさんが、直で切ってる世界線なくはないけどほぼ追いづらそうだねそれね、うん、あんま追えないですねしゅうねさん見えてないか見えてないか見えてないごめん見えてないけどポンちゃんは白で置いてるかなめちゃヴァンパイアで考えよう、うん、ヴァンパイアキルで、うんうん、じゃあヴァンパイアなどであれば10秒前に接触がであれば俺あのヌンで右に行ってるんですよだったら俺ポンちゃんとかしゅうねさんにつけて乗ってる説を追ってほしいですそうっすねサンジさん厳しそうあえて右に行って右でつける必要ないって思ってました、うん、っていうか最初チャゲポヨさんとセンタンさんと3人で湧いてて、うん、そこでつけてたらめちゃくちゃ露骨だなと思いますよでもチャゲポヨさんがあまあ、だからそこから10秒以上経ってるかどうか遺言がありますからねでもいやそう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 10秒前に、ね、10秒以上経ったらそうそうそういやーでも結構先端さんって1回リアクター右からはしご降りてリアクターなんか直し作業して上行ってるんで結構その右の時間も長かったと思うんですよねついてから当たったら違う着火、うん、つけてたらもっと早くに先端は死んでるよなら、うん、もうチャゲポヨさんふざけてつけられたいつでも殺すったんだよっていうどっちかな父はうさんくさかったけどさっきだいぶそうだね夏目先生なんか喋りたそうでしたけど大丈夫ですかあー順番聞きたかった入るうわ入るねあー、うん、右ね、うん、確かにリアクターになったタイミングで平さんがアーカイブの左の扉にいて開けて左の扉を、うん、左の扉を左のね左のね開けて入って先に降りてって怖い怖いいや何も分かんなかった左の左あ、右を直してた左の右を直してた4948数字は4948情報が頭に入ってこないどこの方言なんだろうわしのことをキモいって言ったからな天罰だ。武器。怖っ。おめでとう。すみません。すみません。チャイポヨさんがヴァンパイアって言ってました。言ってねえよ。言ってねえよ。おやの瞬間につけようとした瞬間のボタンだったんで今。いやーって言ったんで僕は宿舎はいた人が見てると思いますけどずっと僕はキザルのモノマネをしていましたあ見たかった見てなかったそれはいいじゃんちょっと今やってくださいいや、
おんにゃ銃をしまうよ、ベンベクマン。ラテセンサー聞いてラテです。おー、うめえ、うめえ。でも、チャギポヨさん、この会議は緊張してて、あの行動ターンもっとうまかったんです。もうちょいクオリティ高かったんだ。うま、ね、もうちょいうまかったです。ありがとう、ありがとう、フォロー。フォローありがとう。ありがとうか。はい、なのでアーカイブ左のドアを開けて、まだ左にとる。ゲースケと平さんが先に、まあリアクターミグに入って、で平さんがハスゴを降りて直して、ハスゴ、はい、大なまりじゃね。え、なんて言いました。なに、ね、ね、アーカイブ左のドアを開けて、で平さん、エアルのリアクターミグを、ミグにケースケ開く。ああ、ほらスイッチ入っちゃった。ハスゴに降りて直した。ふざけたくなっちゃった、みんな。そしたらランさんとセンちゃんが、うん、右にやってきましたね。うん、うん、下数字は49418です。上覚えてるわ、すごいわ。それ人によって違うから。左で押したの7358でした。あれ違うんじゃなかったっけ、あれ。人によって違う。違う違う。人によって違うか。ああ、うん。人によって違う。人によって違う。なるほどね。確かにな。毎回俺05個だもんな。シート違うな。シート違うな。うまい。一生昇降機にいて、じゃあポンザは昇降機の達人。達人になっといて、もう一人で直してほしい、それは。全部ゼロだったらいける。え、結局さ、誰が一番とかっていうのは分かんないっていうことですか。ケースケヒラがとりあえず最初に入ってる2人で、うん、ってことだよね、うんうん、最初にね、はい、最初に僕が直してる感じかな、スピードで言ったら、うん、でも多分間違えてる。うち間違えてる。でもその2人はなんかそうだけどな。感覚ないと思ってるよ。感覚的にっていうかほぼない、うんうん、恐ろしく早い入力でしたね。いや間違ってるけどね、うん、俺じゃなかったら見逃してる。間違ってる。あれ監視カメラ見てる、それ見てる。いや、ハンターハンターね。じゃあ怪しい人が誰だ。大丈夫ですか。怪しい人が誰でしたっけ。わかんないようになりました。わかんない。これじゃないな。恐ろしく怪しい人多いぞ。ハンターハンター天才最大でございます。ワンちゃん、うーん、お役職なし。どうしよう、どうした、何に考え。お前人外だな。ナトラン、はい、君の相方と僕は繋がっている。そうなんですか。ハートをつけられた。見て見て見て、殺さないでくれ、殺さないでくれ、頼むから。あれ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 、チャゲさん死んでる。チャゲさん死んでる。あら、ああ、あら、ペインジングやろう。ペインジング、ペインジング、はい、見てねー、はい、あれー、今、うん、今なんか、はい、ちょっとうまいを超えた、ちょっとうまいキザルがいました、うん、その姿をしてたのチャゲポヨさんです。チャゲポヨさんよりよりというか、まあ、ちょっと上手いキザルができる人が犯人ですね、これ。確かに。何言ってんだ。変身どういうこと。全然や、全然や。何を言ってんだ。何を言ってんだ。いや、そうなんです。ちょっと上手いキザルの姿をメインホールで見かけて、で、うん、あの暗室の前通ったレポートが光って、うん、あれ死体どこだっつって暗室入ったら、さっきまでちょっと上手いキザルのモノマネをしてた。はい、チャゲピの夏目とチャゲポヨさんの姿をしたちょっとうまいキザルの人は並走してて最後までいたんで、え、弾けたってことですか。最後までキザルをやってます。いや、弾けてないんですよ、モーフィングです、これ。ああ、じゃあ一緒にいたんだ。チャゲさんのモーフィングをしたインポスターがちょっとうまいキザルの声真似をしてて、うん、夏目と並走してたんで、モーフィングか。この中でキザルの声真似をねできる人が犯人かなとは。ああ、そういうね、
キザル星座です。キザル星座ってこと？え、夏目先生、なんて言ってたの、そのキザルのモノマネが上手い人は。うん、言ってたセリフで確認した方が。おやー、なんたらこうたらベンベックマンビームって言ってました。いいでしょ。それポヨが真似してたとかじゃなくて、確かにモーフィング確定なの。え、確定だと全然声が違かったってことですか。あ、チャゲさん本人じゃないんだ絶対。うん、いや夏目さっきの聞いた感じはサンジさんかなとは。いや俺はクソうまい、いやクソうまくねえな。確かにサンジさんうまいもん。確かに。おお怖いね。あー、ちょうどそんな感じでした。うわー、あったー。 やらねえだろ、じゃあ俺。比較する前から集めて当てねえだろ、お前。他の誰かと思って俺ちゃんとやったのに。そのモーフィングが確定なのであれば、平さんと私は無理ですね。昇降機右に入力しに行って、もう降りてるところです。僕いません、そしたら。あと、ゆたさんが先に入ってます。あ、そうなんだ、ごめん、見えてなかった私。あの宿舎前通路の扉の中にいるぐらいの人ってどなたです。お、あれいない。宿舎前通路リアクター鳴ってる最中に多分いたと思うんですけど、誰か死んだやつか、ポンズさんか、チャゲさんじゃない、ポンズかチャゲか。あ、あ、いや、あの、チャゲピーは暗室の中、暗室の中。あ、そうそう、それは暗室の中。あれ誰言わないの、なんでなんだろう。ないね、インポスター。俺だけやるんですか、ケン。直しに行きます。はい、でランちゃんユタ、はいはいはい、直しに行く。俺直すよ、直せるよ、俺直すよ、おい、俺直すから任せて、俺が直す、俺が直すから。直したよーん。あ、直した。あ、お魚さん、魚さん、あれ、魚さん、魚さん、え、魚さん、え、いやー、これわかんねー。ユタさん切ってそうにも見えるな。え、いや、あれ、魚さんさ、あ、今、小見中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 、あ、小見中、小見中、一応でも、小見サブ直したのは僕ですね。うん、ユタが直してた、うん、俺もサバってたけど。ね、マジで今、切られた瞬間、血しぶき出た瞬間に、あ、そうなんだ、ボタン入ってる。うん、あ、じゃあ多分、ボタン、あれですね、ボタン押されると死ぬんですよ、これ。え、そうなの ?10 秒後に。あれね、ヴァンパイアそうだよね。でも倒れた瞬間、あー、そうです、そうです、そうです。あ、そうなの。本来10秒後とかなんですけど、会議は途中で早く。そうそうそう。ああ、じゃあごめん、ヴァンパイアの可能性もある。うん、あ、通常キルに見えたっていうことですか。通常キルだと僕が今一番近かったってことですか。そう、重なってたの、ユタさんが。だからちょっと疑ったんだけど。うんうん。ゴミの中ですよね。ゴミの中。ゴミにいた人は誰ですか。あ、でも。はい。はい、いました。距離取ってました、私ずっと。はい、誰とこう扉とかも重ならないように距離取ってました。多分ケンスケさんとかユタさん見てくれてるかなと思いますけど。うん。なんちゃんっぽい。あ、今距離は取ってましたね、入るまでは。で、魚さん入ってきたのが一番最後だったんで、僕とケンスケさんってつけるタイミングが。コミニルとケンスケさんとユタさんだけ？多分他に後から入ってきた人が何人かいたはず。魚さんよりも後に入ってるのが翔平だね。だけですか？俺が一番最後である自覚がある。はいはいはい。まあ、でも最初のキル考えると、ケイスケさんなのか私ですよね、多分。ケイスケさん目線は私ですよね。そう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 。違うんで。あの、エンジンに入るときに、ユタと並走してコミを直しに行くんですよ。もうぴったしくっついてぐらいの。ね、そう、だから、ヴァンパイアだったらケイスケさんは切れないですね、魚さん。そう、ユタについちゃう。その場合。なんか、確かに、確かに。二人外の観点で考えてて、うん、ケイスケさんが暗室のチャゲプヨさんの死体を見てるじゃないですか。はい。それって最後ですよね。あ、レポート。はい。あ、レポートですよね。夏目がチャゲさんと並走してるから、うん、ケイスケさんともう一人の、
モーヒング夏目さんさんだと思ってるんですけど、てかほぼさん、うん、絶対さんじさんだと思ってるんですけど、うんうん、この二人だったら、うん、キザル連携が取れすぎてないから、うん、さんじさんとミサトランだとは思ってます、うん、人がそう思います。なるほど、おーなるほどね、状況ちょっと分かりやすく連携取れねえよな、うん、そんなことないよね。エンジン左の扉をユタと一緒に開けてるんですよ。でランちゃんがそれを後ろから見てて、いやでも込み入るときに扉重なってたんで、翔平さんに言っとくと最初の2キル僕できないです。はい、最初の2キルはできない。はい、僕あのそうまずいです。これは人外パラダイス、どうぞ。パラダイス、人外パラダイス、あらら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 、死んじまったのかい。死んじまったよ。おら、元海軍大将の青木さん。もうちょっと未来がいいかな。ねえ、まあ、海軍を辞めてみないとわからないこともあるもんさ。超いい、内部。なんでそんないろいろできるんだ。あ、しかも無能なんだ。あとは、あとは海軍で。ケイスケさんは俺に入れた感じかな、俺がランちゃんに入れて。あ、いや、俺ランちゃんに入れてる。あの黒足は無能だね。はい、参戦入った。俺とケイスケさん1票ずつ入ってるのと、ミュートだった、うん、がキューピット残ってるやん、うん、ランちゃん入れてる。あと、うん、そうやね、こっちミサトランで決め打てるんだったら、あのキューピットとラバー探したいんですよね、うんうん、そうなんだよ、ね、あともう一陣外確定だから、うん、提案していくね。ミラさんがもうすぐ覚醒するのか。まあ、マットメイトいると思うから、お前じゃい、うん、連れてニーナは2縄 ?1 縄 ?1 縄かな、多分これ3、3つったら終わっちゃう。うん、マットいるのかい、言えないね。まあ、キルされてない限りは今ね、ちょっとマット協力探す、ごめんな。あれサンジさん、余計な質問だった。マット探してるインポスターに見えちゃいますよ、大丈夫ですか。見た、でもインポスターこの場面でマット探すのもあんま意味わかんないよな。6人だったら分かるけど。そんなこと言わないでそんなこと言わないで、マットも死んでいるんだぞ。間に合わないのかもしかして。全然わかんないんだけど、ポンちゃんってさ、ラバーズの片方だった可能性ってある？あ、俺が切ってる。俺が切ってる。ポンさんと誰の切りだっけ、あれって。チャゲさん、もう一人じゃない、チャゲポンヨが。ポンさんとチャゲさんか。そうだからここがラバーズで繋がってて、先端さんがキューピットで先に死んでるとかってケースないかなとか。死んでるのがね、わかんないんだけど。それはそれはラッキールートだけど、あ、そうラッキールートで。キューピット生存だったら三つ投票があるから、絶対にこのターンキューピット釣りに行かないといけないんですよ。はいはい。メイヤーが生存してるかどうかだけどね。じゃあランちゃん投票が怪しくなるってこと？いやでもあれってどっち視点でも投票はできないんじゃないかな。うん、やんないといけない投票だから、ここで、うん、クルー勝てなくなる。うん、仲良さそうな人を言えばいいよ、うん、さっき翔平さんと夏目先生と仲良さそうな人。あら、どこで、うん、あの前の前のターンだけどね。前の前のターンだけど、俺は、まあ、あれはタスクが被ってたんで。あ、それならさ、エンジンでケイスケユタがくもう俺ユタと一緒にぴったりくっついてたって言ってたよ。怪しい。いや、コミサボ直したからね。一応クルーにさ言うんだけど、俺は、うん、まああの人外でないっすか。で、俺ポヨに変身してたんだけどね。ポヨは殺したくなかったんですよ、あの容疑者一番したいから、はいはいはい、だからポヨはランちゃんが殺してるんで、うん、なので今普通にラバーズ2人残ってます。うん、いいぞ、ずらせるな、ずらせるんじゃない。わかんねーな、これ利用してるね。何これ。よし、いいぞ、生き残ってしれっと勝とう。うわ、俺は三時に殺された。うん、めちゃくちゃ殺されてましたよね。思いっきり三時に殺された。俺がおい、モーインポスター取りしかねえ。勝利じゃん、わかんねえ、なくなった。いらなっちゃい、ひらさん。これか、青記事のお二人。はい、質問なんかニンニク置かれたんですけど、今俺に入れた3票誰入れてもぜ、翔平スキップしてます。はい、てかもうこれでつけた。入れました。はい、夏目先生と開き直るかな。あー、じゃああと1人入れないんだったら
もうキューピッドラボさんじゃないの？俺です。いた。いたね。あの盤面、スキップの盤面。なんでケスケさんだろう。いや、スキップの盤面ではない。夏目が説明した通り、絶対にキューピッド釣りに行かない。ラバーズもう、いや、わかる、わかる。ただ、釣りに行きたいという。そう、釣る盤面なのはわかってるけど、ケスケさんが書くかどうかはわかんないから、私はスキップしてる。いや、わかる、わかる。俺はとりあえず誰か一人釣れればいいなっていうので、ケスケさん。伊沢先生。サンジさんいいですか。正しい人釣ったらありますよ。ここでサンジさんが1キルしたらクルーの負けが確定します。だからとりあえず1人潰したいんですよ俺はね。だから適当に消すから一番低そうな夏目先生と翔平さんサンジがラバーズキューピッドにすげえ急に見えてきちゃった。やめなさい。俺はまあ今の投票でケイスケさんとりあえずラバーズじゃないなって。サンジさんについてる可能性もあるのか。ケースケさんのそれは考えないで、本当についてないんだ。本当にそれは負けるから、ついてないです。どっちにしても負けちゃうんですか。ケースケさんとユタさんの可能性があって、スキップとかってないんですか、ヒラさん目線。あ、僕はなんかスキップ入れた方が盤面上は怪しいと思います。僕はスキップ入れてるから、むしろ夏目先生外れてるね。全員と繋がるのがケースケさんって論ですか、今。ケイスケさんってそんなに他の人と繋がる？いや違う、ケイスケ言ったみたいな主張が出たからわかんないけど釣らないと絶対にいけない場面。いや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 。え、平さんのパターンも、じゃあ頑張るケイスケさん。まあじゃあ今日ん対抗するんだったら僕はもう全員怪しいと思うよ。僕独身だから。全員怪しいね。怪しいよね。あ、そういう怪しいよ。なんかね、まあ、この人が。うん、あのラバーズっぽくないなって思うのは夏目先生かな。最初にあのチャゲポヨさんとかが怪しいって言われてる中で、うん、一緒にメインの暗室にいたとかっていう話だったの。女性だったっけ。ケイスケさんと一緒にいましたよ。チャゲさん煽り散らかしてました、うん、そう、ケイスケさんと一緒にいたんだよな、うん、あの時に。だからケイスケ夏目の組み合わせだけはないんだよな、多分、うん、ないっすね。だったら釣り押さないでしょ。割とあの複数行動してる人だと思うけどな、普通に。じゃあ俺、翔平さんか夏目先生どっちか釣りたいな、俺は。平さんはね、さっきコメサボの時にかばってるあれ逆走してたからキルされたくないラバーズにも見えるから本当にわかんない。それはちょっと違うな。平さんはキューピットじゃなさそうだよな。わー、これまさか。おおサンジさんいいぞ、いつもこれわかんない。わかんないからいいや。確定したからね。わかんない。いや。はい、サンジのバーカバーカ。サンジのバーカ。バーカ。サンジの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 バーカ。言えないからな、これ誰が恋人とか。めっちゃ割れてる。あぶねえ。あのキューピッド釣りに行こうとしてるのが、とりあえず夏目のボタンと今の翔平さんのボタンなんで、もう翔平さんだけは走ってください。走ってんじゃん夏目が怪しいって、あのキューピッド一番釣りたかってる夏目が怪しいっていう事情はわけわかん、夏目視点わかんないけど、この翔平さんのボタンはみんな視点でも白く見えると思うので、さすがにボタンで翔平さんは走ってきましょう。翔平さんの相手じゃないよ。ラバーズはあるけどね。キュービットねえよな。そりゃそうだわ。だったら逆じゃないですか。サンジさん側についてたら釣りをしたいから、結局逆説的にも言えなくないですか。うん、サンジさんと翔平さんだったペアってこれ誰か釣れればお得なんで、完全な白気にはならないかなって思います。いや、にしても次のターン絶対サンジさん釣るから意味ない。まあ俺がちょっと今キルし損なったので待ってください。そこでどうなるかですよ。はしごチェイスしました今。123は逆にクルーっぽいの切ればね。俺がラバー薄村なので、ここでサンジさんに切られたらもうラバーズとあれでピーピーになっちゃうからと思ってピューピューしてた。俺からラバーズじゃないっていうのであれば、シューネちゃんケイスケさんは弾けるよね、もし俺がラバーズだったらね。釣りに行ってるしね。俺がラバーズじゃない否定って、多分さっきのターンのリアクターがなった時に俺がラバーズだったら多分直しに行かない方が安全だと思うんだよ。ラバーズだったらキルされて右かな、俺が直した。私がな左直してるよ。あ、でも右最後僕。
左直して123に連続攻撃って言われてニンニク置かれてる際一番最初に一番最初に昇降機入って直しに行ってんのは俺だからラバーズだったらかなり危険な行動を取ってるという主張はするよ。うんうん、じゃあ夏目先生それ見てますね。うん、あと個人的には平さんには疑われてるけど平さんも弾いてます。キューピットが多分一番釣りたい議論すると思うからラバーズ釣りに行くなって平さんは絶対弾きます。うん、夏目先生翔平さんと平さん弾けてるからケースケユタ執念の中で決めたいです。逆に夏目先生ラバーズなんじゃないの、そういうこと言ってるけど、ケースケ3時がラバーズ隠してんじゃない。ケースケ3時がコミに行ってんのを知ってて俺さっきコミ直しに行ってるから、うん、死にいってるようなもんじゃん。ラバーズだったら死にたくないから、ね、いやそんなそんなこと言ったら死ぬね翔平だって直しに行ってる。うん、いやそのやつはそう俺が真っ先に入ってる、入ってるから直しに行ってるかわかんないよ。翔平もあるあるじゃん。いやこれコミサボねめっちゃ早かったからね。これ表合わせないとボタンだけ使っちゃうから死ぬねさんつって、もう翔平さんのこのボタンが白すぎるから夏目圭介さんが一番。どうすんのどうすんの、あれ俺、あ俺単純に、あーっと詰まったね。ここでどうなるか、ここでどうなるか。さあ123どうするかだね。これねリアクターがとりあえず、とりあえず人数必要な。俺だって恋人欲しかったよ、俺だって恋人欲しかったよ。あよし、ゆうじりさんね、頑張れ頑張れ。どうすんのゆうじりさん、あーどうすんのゆうじりさん、やれ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 バイトキルもやってる。え、マジケイスケさん違うってこと？なんだバリアって。これバイト？俺独身だよ。ね、ケイスケさんが、あ違うケイスケ、ユタさんが今、あそまあケイスケさん違う。ああキューピッドの。まあ確かに票の入り方からしてね、ケイスケさん全部集まってたからケイスケさん違かったね。強。そうだね、だってまだ集めすぎ、もうラバーズラバーズ使用してくれ、もう負けだろこれ。あ確かに。あ僕占い師です。おお、あの占い師です。吉村です。いいぞ生き残れ。いや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 ならんやろ。待ってえ落ちてるよ。サンジさんモーフィングだった場合って、うん、あのねなんかね、俺ユタさん切ったはずなのにね、ユタさん消えたんだよね。切れなかったんだよね。ユタさん切ったはずなのにユタさん。まあ切れたってことなんじゃないの。でもね、俺キッチンのあたりでユタさん切ってるんだよ。だから翔平さんの影ないのに死んでるから、翔平さんなんでボタン押せてんだろうっていう。え、翔平さん死んでんのこれ？あの俺あのキッチンともうあ布だから、なんだっけな。セキュリティの間の通路であのドアが閉まってたからユタさん切れたんですよ。あ、それ夏目です。え、俺ミーティングで切られてるけど。え？ユタさんあ、だからやばい、シールドがバレた。キューピッドシールドがバレた。あれなんじゃないの？代わりに死んだ説ない？おお。そういうことはユタさん切ってるんだよ俺の目線で。まあシールド貼ってたらそうだけど、それ多分言わないんじゃない？わかんないけど。状況がバレたんじゃない？シールドバレた。シールドバレた。これシールドバレたでしょこれ。シールドバレた。レポートの状況、場所と。ミーティングミーティングでユタさんが言っちゃった。夏目先生。嘘だ嘘だ嘘だ。気づけ。やばいやばい。これで霊界だとわかるけどね。もうサンジさん。ユタさんダメだそれは。追いかけてたんですよ。やめてくれサンジさん。それ夏目。やめてくれ。え俺の画面え俺バカなのかしら。あ無能なんじゃないの？無能なの俺。無能。無能じゃない？無能。さっきのインポスター仕様なんだよ。気づくか。あでも無能はインポスターもなるんで。どの役職にもつくから。
誰も気づいてないやつ。あ、そういうこと。あ、あれ傘気づかない。そうそうそう。超無人なんで。も気づいてないの。ああ、これあれか。ってことは夏目先生があれなんじゃないですか。ラバーズで。あ、気づいたね。もう言うんですけど、ラバーズなんで。やばいやばい。もうクルーメイトの人勝ち筋ないんで。どうしますか。これどっち勝たせるかだけ決めてセリフなんだよな。まずい。いやーまだわかんないよこれ。全然わかりませんよこれ。まだあるまだある。これ。これね。まだあるよ。はい、シリーさんどうする。シリーさんどうするよ。シリーさん。ああ、なんでバカかと思った。シリーさんシリーさんとか言ったらバレちゃうよ。言わないように。覚えて。ダメですよ。サンジラバーズぶっ殺せ、ラバーズぶっ殺せ。いや、殺すんだが。リア充ぶっ殺せ。やってみ。リアクターが近くこれ、リアクターが。おい。行け行け行け。行け。お、切られそう。やばい、これやばい、やばい、やばい。やったー！うわー！めちゃめちゃ勝ち！これインポスター勝ち！インポスター勝ちだ！どうするか？どうしたら？あ、まさか。やばいやばいやばい。クルー勝ちじゃない？切られる。さあどうなる？やばい、クルー勝ちだこれ。クルー勝ちだ。あーっと。おお。あれ？どうしたら終わりだもんね。あ、本当は一通だ。あ、まあ間取ってないか。あ、そうか。いけるぞ。いけるぞ。ラスキルラスキル。あ、ラバーズ。あーっと。よっしゃこれはナイスすぎる。よしよしよし。わ、よく勝ったこれ。あっと。どうしたんだ。ナイスナイスナイス。いや強い。いや。負けたくないよ。サンジナイス。リア充リア充ね。サンジナイス。ここから持ち返しましたね。サンジナイス。バレてたけど。すごい。多分中年だ。いやだから多分ラバーズが落ちてると思ってなくて、いやそうあのね、確証がなくて、どっちでラバーズ勝ちになるから翔平さん決めなかった。ああなるほどね。通報はなかったって。おい通報しなかったんだ。通報の方が良かったよな多分。